皆さんこんにちは、テノールの中井良一です。だいぶねこのチャンネルにも自分が慣れてきたところがあって、外国局なんですけど3つのジャンルでローテーションを組んでいます。で、1つ目はねイタリア語の標準語のカンツォーネ、で2つ目のところがナポリ方言のカンツォーネ、ナポレターナってやつですね。で、3つ目はそれ以外の方言、ベネツィア方言とかシチリア方言、それから外国、イタリア以外のスペインとかね、他の国のカンツォーネっていうか、自分の好きな愛唱歌を、3つ目のところで、お届けして、この3つのジャンルのローテーションでお届けしています。それでこのトークもついてくるんですけど、このね2つ目のナポレターナ、今回のところですね、せっかく自分もですね地方出身なので、ナポリにちなんでこの2つ目のローテーションのところのトークは、生まれ故郷のね山口県平尾町なんですけど、そこの方言でちょっとトークをやってみることにします。で、あらかじめお伝えしておかなければいけないのはですね、山口弁で、しかも平尾町ってどっちかっていうと広島寄りなので、九州よりかは、また山口県でも違うんですよね、地方によって。で、我々はどっちかっていうと広島弁に近くて、で、こうやって敬語で喋ってるとそんなにねイントネーションは、まあ、多少は違うのは知ってるんですけど、まあ8割方普通じゃないかと自分では思ってるんです。そうでもないんだろうけど、でも関西弁とかね、こうイントネーションが変わるってことはあんまりなくって、そんなにはない。ところがですね、山口弁はですね、いわゆるタメ語、敬語じゃない時、まあ、仲間と喋ったり年下と喋ったりするときに、もう本当に方言が強いっていうか出るんですよね。なので、ちょっと動画だし、一応 YouTube も公共なのでいろんな方がご覧になるし、このじゃ私のクラシックのジャンルは大人な方が多いのを前提ではばかられるんですけど、ちょっと面白い試みとして、やっぱり普段しないことをしないと意味がないのでと自分で思ってて、曲もトークもコンサートで喋る感じじゃないのを徹するローテーションを入れてみようと思いますので、ご気分があまりよろしくない方は、この2番目のローテーション、ナポレターナの時のトークはもしかしたら少し省略されてもいいかもぐらい、そんなに別になんか恐ろしいことは言いませんけど、はい、というわけでやってみます。まあ中でもね、急になんかわやなこと言うたりおとろしいこと言うわけじゃないけね、まあまあぼちぼち慣れてくれりゃええかなっちゅう感じで、まあ、たちまちやってみましょういね。今回歌ったのは、ドニゼッティ作曲の、メボリオファナカーザ、私は家を作りたいちゅうナポレターナでした。歌詞はもちろんナポリの、方言なんよね。で、この曲を作った作曲家ドニゼッティさんはですね、この人なんじゃけど、イタリアで5本の指に入るほどの大オペラ作曲家さんなんよね。5本、ちなみに5本っていうのはロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ、ヴェルディ、プッチーニが5人、イタリアのね、なんか5星人みたいな、星の数ほどいる他にもすごい有名な作曲家がおる中で、特にこの5人がイタリアの中で偉い作曲家みたいな感じなんだけど、そこに入るぐらいの大オペラ作曲家さんで、でオペラ以外、ここに僕の家にあるドニゼッティのオペラの楽譜があったりするんだけど、歌曲もいっぱい書いちゃって、いわゆるね、まあ、日本でいうと芸術歌曲みたいなジャンルなんだけど、ドニゼッティはイタリアの中でもミラノ、北の地方のミラノの近くのベルガモっていうところで生まれた人なんじゃけど、当時はやっぱりミラノとかローマよりもナポリがこう政治経済音楽の中心地、一番栄えちょったっていう理由で、ドニゼッティはそのナポリですごい活躍しとった人なんよね。まあだけど当時のイタリア一の、なんならヨーロッパでもトップクラスの作曲家じゃったっていう証拠なんじゃろうけど、
でけそういう理由があって、ナポリ語でもいろんな歌曲を書いちゃったりするんよね。ほいで、そういう背景があるけ、他のナポレターナ、他の中華、いわゆるオーソレミオとかフニクリフニクラみたいな、カエレソレントみたいな、ああいういわゆるこうステレオタイプのカンツォーネのジャンル、ナポレターナのジャンルとちょっと違う背景を持っちょるっちゅうのが話したかったんよね。ほいで、そうそう、ほいで、なんちゅうかね、歌う人も前の動画かなんかでもちょっと喋ったけど、オペラ歌手じゃないカンツォーネ歌いみたいなんがジャンルがイタリアにあって、その人らが歌うこの曲はすごいね、なんちゅうかね、より土着なっちゅうか、なんかね、ブチ田舎な方言がきついって言えばええんかね、あのそれがすごいね、面白い、うん、興味深い感じがしてね。普通はやっぱりこういうオペラ作曲家さん、まあ、ガチのクラシック作曲家さんじゃけ、その歌曲を歌う人らも、それこそテノールならパバロッティとかホセ・カレーラスとかね、あの本当にこうトップの一流のオペラ歌手がこのメボリオ・ファナカーザとか要コンサートで歌いよってんじゃけど、その人らはナポリ語で書かれちょるのに標準イタリア語で発音するんよね、発声するっていうか、うん、じゃけどそのカンツォーネ歌いの人らは本人もナポリ出身じゃし、ナポレターノのもう専門みたいな人らじゃけ、全然こう雰囲気が違うんよね。で僕じゃない、山口部屋ね、わしって言うんよ。わしもね、今までこう、これ、あの、自分の出演したカタログをつけちょるんじゃけど、この曲を何回やったみたいなのを小の字書いちょるんじゃけど、この曲はね、ちょい待ちよ。あった。3回。まあ、3回しかやっちょらんね。まあ、でも3回はやっちょるんだけど、その時もジェケ・パバロッティみたいに普通のオペラ歌手が歌うみたいに、あの成長イタリア語の発音でナポリ語を読んじゃったんだけど、まあ、これからももしあったらそうすると思いますけど、ピアノ伴奏でね。で今回違うのはまずギターの伴奏っちゅうのと、せっかくじゃけそのガチだって本場のナポリ方言の発音でやってみちゃろうかっちゅうことで楽しんでやりました。もう全然雰囲気が違うし、自分でも発音しながらちょっと笑いかけるぐらいな感じだったんよね。同じ曲で同じフレーズで同じ歌詞なのに、やっぱりこう言葉の魅力、方言っていうのは本当になんかそういう意味で奥深いしね、あおもろいなとか思いながら、楽しんでやったんよね。またあの他のナポレターナも引き続き、日本の山口県出身の海の島で生まれてね、海も山もあるようなところで方言が割と、しっかり残っちゃうようなところで、育ったわしが、イタリアの地方の歌を歌うっちゅうのも面白いかなと思うので、引き続き、見ちゃってください。こんな感じで山口弁になんかなれんな、ちょっと次回の時までもうちょっと慣れちょこうと思います。コロナで全然帰っちょらんのもあるけ、忘れちょるんかもしれん。はい。という感じで、どうもありがとうございました。また見ちゃってね。ほいじゃねー。